ボヌールデ・でダム百貨店の原稿、ボヌールデ・でダム百貨店は1883年に出版されたフランスの自然主義作家エミール・ゾラの小説である。ゾラのライフワークであるルーゴン・マッカール総書の第11巻にあたる。19世紀後半のフランスにおける大衆消費社会の権威役となったデパートの躍進を描いた本作は奏書で唯一のハッピーエンドを迎える。 移植の作品となっている。パリのルーブル百貨店物語の主軸となるのは、パリのデパート、ボヌール・デ・ダム百貨店の貧しい女店員である、主人公、デュニーズ・ボーディュと、このデパートの経営者で前作、コッタニの主人公でもあった、青年実業家オクターブ、ムーレとの身分違いの恋愛である。しかし、本作の主たる魅力はむしろ、豪華な店内に所狭しと並べられた。 大量の魅惑的な商品と現代の小売店の商法にも通じるバーゲンなどの様々な近代的商法によって婦人客を食い物にし容赦ない価格競争によって近隣の老舗商店を押しつぶしながら発展していく消費社会のゴンゲとも呼ぶべきデパートという存在の実態を克明に描いている点にある。ゾラは本作執筆にあたって パリの様々なデパートに対して綿密な取材調査を行い、デパートの管理経営については、ボンマルシェ百貨店及び、ルーブル百貨店の管理職から資料提供を受けた。その結果として本作は、第二帝世紀のジョルジオスマンのパリ改造時を位置にして急成長し、第三共和成果においては続々と巨大な新刊を築きつつあった、パリのデパートの ほぼ30年に及ぶ発展の歴史を小説内の5年足らずの時間に圧縮して描くことに成功している。アンドレ・カイアット監督、貴婦人たちを幸せに1943年。ありがとうございます。